え、皆さんこんにちは。森本健一と言います。よろしくお願いいたします。私は現在、午後大阪から、車で、せやらでも1時間半ぐらいの、京都の南足湖をやり、東南端ですね。東は伊賀、南は奈良、そして北は甲賀、そして忍者の里に囲まれた、南山塩村という、いわゆる過疎の地域から、やってまいりました。今一年期を、運営しておりまして、でその過疎の中で、7年前まで、南山塩村役場村役場公務員を、しておりました。本当にできる公務員で、今は本当にこう誠実な体験を、結構誠実そうにしていますが、当時茶髪で、一応本気で、ちょっとそういうその、まあ、できる公務員でした。ここ本当に笑うと思うので、はい、ありがとうございます。ちょっとさっき言って笑いの全て。で、今日はその、なぜ私が役場を辞めて、辞めてまで、その道のゲーティングの運営をすることになったのか。まあ、一つは、自分が南山城村で生まれ育って、そのまま南山城村で働いて、っていうこともありますけれども、まあ、これから何を目指し、そして何をしようとしているか、まあ、そういったところをお話を、聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず皆さん、南山城村という、名前、地域を聞かれたことありますか？あるのかありますか？ですよね。はい。本当に誰も、あまり知られてない、地域です。宇治茶っていうお茶、京都の有名なお茶ですけれども、宇治茶はご存知ですか？はい。そうですね。宇治の、お茶に、原料を供給している、お茶を産地として、まあ、京都府で、お茶を作っている地域、まあ、2番目の地域ですけども、大体京都産のお茶の、約3割を南山城村が生産する。まあ、そういった地域です。ペドグルのお茶とか、まあ、いろんな、ペーカーさんはお茶、そして結構葉っぱでお茶を飲まれていると思いますけれども、そういったお茶の中には、まあ、宇治抹茶、宇治茶っていう、そのお茶の中には、南山城村のお茶が多分含まれています。皆さんも知らず知らずのうちに、南山城村のお茶を飲んでいただいて、まあ、そういうふうに、思います。まあ、なぜその南山城村が知られてないかっていうのは、その宇治のお茶、宇治茶っていうそのブランドが本当に落ち着いて、まあ、その陰に隠れていたっていうこともありますけれども、その大きなブランドに、何でしょう、こう、追っかけて、さあ、利用をされて、そういったその、自分たちで、頑張って販売しなくても、行って販売できる、まあ、そういったその有利な取引を、他のお茶の産地よりも、される、シーンでした。なので、知られたいんですことがあるんですが、まあ、今急須でお茶を飲むことが少なくなりました。まあ、いろいろと全国で、日本茶カフェのような形で若い方が、ちょっとおしゃれなカフェをされて、まあ、日本茶も、注目を浴びてますけれども、急須でお茶を入れて毎日飲むよっていう方はおられますか？ですよね。で、そういう人たちに、お茶をどうやってしていくかっていうことを、まあ、考えたりしてるんですけれども、まあ、そういうその生活のスタイルが変わっていっていることで、やはりこうお茶の消費が伸び悩んでいたりとか、それによってお茶を作っている作業が衰退していったり、そして村の人たちは、子供たちに、ちゃんと勉強しないとうちのお茶を作らないといけないよみたいな、で賢くなって出資してそのお皿に入れていただいといけないよみたいなで言われていまして、で本当に人口減少とか後継者不足っていうのが深刻な問題に、
なっている地域です。で、2014年、消滅可能性都市っていうことを聞かれたことがあると思います。これは日本創生会議という、団体が、シンクタンクさんが、女性の、何でしょう、人口減少が少ない、子供を産む世代の人たちの、女性の方の、流出が大きいところ、そういうところをこう、比較しまして、南山下村は、なんと、全国で17番目に、超越するっていう自治体に、ノネテルを貼られてしまいました。で、村の中ではね、ざわざわするわけです。新聞とか、もちろん京都府に来てもらって、消滅っていうことになったので、京都のローカル新聞とか、そういうところが、行政に、例えば村長とかに取材してるわけです。で、これは大変だと。デルに、レベルでなんとかしていかないといけないとか。するんですけども、僕はそれまでいろいろと、村づくり、その地域活動を含めていろんなことをやってまして、でその中でいろんなこう手応えを、感じていたので、少しずつですけれども、明るい兆し、それで希望の光みたいなことが、見えていました。なので、そういうその、貼られたレベルに、こう、なんちゃう、引きずるわけでもなく、批判的になるわけでもなく、これからどういうふうなことをやっていくのかというところを、いろんなことをやっていました。ある時、村長に、ヨーグルトアーチピリという専門部署、村長直轄部署にですね、指名されまして、いろいろと、そういうミッション、村づくりのミッションを与えられていくわけですけれども、今まで行政が、行政の番組の中でやっていっただけではなくて、横断的に、それこそその、広くなすぎとして、ちょっと産業のこともあったり、福祉のこともあったり、そしてこう、実行のことがあったり、そういうその、横断的にこう広く、村づくりを考えるというミッションを与えられました。まず、配合利用。その場合は、新しい新設の小学校、建築事業をやってた。で、残った、廃校をどう使うか。廃校といえば、地域のコミュニティの方だったりとか、結構思い入れが、地域の方の思い入れがを、どういうふうに活用していくか。で、そういうことを取り組んでいきます。そして、売れないお茶をどういうふうに売っていくのかっていうことで、なかなかこう、宇治の業界の会話で、お茶を触ると、いろんな人の目について、いろんな批判を食らうので、紅茶っていうことに、要請、あとは声があって、南山消防署プロジェクトということをやりました。そういうことを、少しずつですけども、メディアに出たりとか、で、そういうメディアに出ることによって、森本は今までの役所の職員と違う動きをする、少し面白い職員で、応援してくれる人も出ています。そういったことが、今の道の駅の取り組みの一つにつながっていくわけです。で、で本当にこう、茶髪は反逆の話みたいな形で、先にちょっと抵抗をしてたとか、そういう形で仕事のスタイルをしていました。で、本当にあいつの自信はどこから来てるんやろとか、あいつは勢いだけのパパやとか、そういうふうなことをこうね、やりされてきたんですけれども、本当にこう、いろんなことをやりました。で、役所の仕事で言うと、白か黒かで言うと、はっきりしろという仕事は、ほとんどないんじゃないかということで、いろんなことをやりました。でも、工事屋に行くときは、役所の机で、役所のパソコンで、工事屋のネット商品みたいなことをやってて、で、本当にこう、工事屋がこちら専門店とかに、工場でいろいろ行ったりとか、で、そういうことをやってました。上司からそういうことのお金をやらせるっていう話をされるんですけども、農家ができないなら、そういうことを僕たちがやっていかないといけない。で、本当にで、今までの従来の枠にとらわれていると、何も変えられない、そういう問題意識の中で、
ちょっとね、遠くから見たらその枠に始まっているんですけれども、正面にあるとその枠からいろいろ歩いて、それさえで仕事をしていました。はい。で、まあ、紅茶を作るんですけれども、本当にいろいろと、自分で、じゃあ、なんか自己資金を、家族に対象で作ってたりとか、で、そういうことをやっていくんですけれども、その中で、やっぱりこう、今まで、こちらの流通って、一旦収穫したのを、出すと。で、その翌月にはお金になる。まあ、そういう新体制で譲るしてこないかったとか、まあ、そういうその、形で仕事されてで、本当にそうですね。現金が、売れないと現金にならないっていうことが、まあ、理解されてなくて、ね、ある日僕が、不正をしているみたいな話になりました。いや、食い勝利があるからお金にできませんみたいな話。まあ、そういうことをやってきました。なので、道の駅っていうのを、ただ、皆さんがイメージされる、サンプスが売ってる、オーケーが売ってるとか、フィクションするっていうことではなくて、まあ、地域商社、道の駅は地域商社だっていうふうなことを、考えていくわけです。今、転換、大体その、電子通貨だけで50万人以上、変わられます。で、ご家族で来られたりとか、友達で来られたりとか、あれ以上来られない人もいるので、まあ、大体その統計的には、80万人の方が、お越しになられて、っていうことになります。で本当に観光地でもなく、本当に山の中で、そうですね、まあ、こういう、さっきも見ていただいてますけれども、こういう山の中で、何もない、わざわざその、来るところではない地域に、あと人口が1500人しかいないのに、50万人で、まあ、それは本当に僕の手腕かなっていう。まあ、僕も笑うところです。はい。で、まあ、道の駅は全国に、1200を超える地域が違います。まあ、皆さんも旅をされるときに、立ち寄られたりとか、土産を買ったりとか、まあ、野菜を買いに行かれたりとか、そういうことをされていると思います。で、我々の道の駅が、絶対的に他の道の駅と違うのは、まあ、自分たちで、製造、というか商品開発から、製造まで、販売も含めて、そこまでやるっていうところをやっています。で、ノーマさんが、そうですね、自分たちのハンドとして、道の駅を、自分たちの付加価値をつけて販売する。で、そうしたことで、交流することによって、動画さんが少しで収入をしている。そういうことを、投げかけてみたんです。お茶の方にもそういうことを投げかけて。で、自分たちは作ることはできるけど、作ること以外はできない。じゃあその作ること以外をやろうってやったのが、その闇山城紅茶プロジェクトでした。本当に青岡さんにはその紅茶の技術を習得してもらって、で、僕がそういうその、消費者的な役割、プロモーションしたり、営業にしたり、ドイツ連打したり、あげたり、そういうことをやってました。あんまり資金調達も補助金もらったんですけれども、で、一時は、あと、予備に内緒のお金が140万ぐらい、そのプロジェクトで使ってまして、まあ今回収したんですけれども、まあそういうその農家さんが動きやすい環境をどう作るかっていうところを、まあ、インターン内でやってたんですけども、まあ、そういうところを、どういうふうにも回していけばいいかっていうところを、その、すごく、そういうその、横領の噂を立てられながら、自分から、まあ、自分の中で学んできたところです。で、そういうその、仕組みをどう作るかっていうところを、まあ、一連、そうですね、求めたわけで、で、そうしたときに、じゃあ、その計画、行政はその上手に計画を作るんですけれども、誰がやるのかっていうところまで、突き詰めて計画を作っていく行政って、ほぼないです。で、市民が、その市民が誰なのか見えてない。まあ、子供と違う人間だって。はい。で、そういうことが来ました。で、そうですね。もうちょっと送っていただいた方がいいんですけども、はい。それでその作ったのにお金が支払われない。
そういうところをどういうふうに出していくのかというところを、考えたわけです。そうですね。で、まあ、そういうその、農家さんにできるだけ迷惑をかけない。そうして、そのお金の流れを作っていく。まあ、それが地域商社でした。で、本当に計画を作ったときに、まあ最初はね、僕も辞めてやるつもりは全くなかったんですけども、まあ、視察に行った先の、まあ今は僕が師匠と会う人が、役場の職員が来て、何あれで言うんやろ。やるやつ連れてこい。いや、やるやつは、あんまないんです。使ってないんです。じゃあお前が辞めてやれ。払おう。って言われました。で、プランの中でも、いろいろなその見学を話しに行くっていう時に、役場にいたら、3年もかかるし、一度変わるやん。そんなもんについて、っていうことは言われました。で、その師匠に、じゃあ、やめてやったら、ノウハウをいただけますか？ミニメーカー、メーティーコー、知ってもらえますか？っていう話をしました。まあ、そうして、6年前に、をするわけです。で、今や、商品開発、こう、おうちや南山城村のお茶を使ったプリンは、全国に、まあ、スポットですけれども、百貨店や、こだわりスーパーに販売されるようになりました。で、村ワンチャーソフトクリームという、春好きの上質なワンチャーを無駄に使ったソフトクリームは、テレビでもご紹介いただいたりとか、最大で1日4400本、売れる、まあ、いれば、プリント、ソフトクリームは偉大な次第になりました。そうして、隠れた、牛ちゃんの陰に隠れてきた、南山城村というのが、スポットライトを浴び出したんです。で、いろんな自治体からも視察にお越しいただくんですけれども、なぜこんなところに人が来るのか。それは社長の手腕です。意外でなんで。ごめんなさい。はい。で、まあ、冗談はさておき、本当にこう、課題だと思ったのは、人口減少って、数が少ないことがあるのよと言われますけれども、その、数が少ないよりも、その小さな範囲の中で、そういうプレイヤーがいたかどうかっていうのが非常に問題でした。重要になると思いました。で、自分がやって、本当に良かったかどうかっていうのは別の人として、僕が覚悟をしたこと、腹をくくったことで、自分なりの課題が見えてきました。誰と組むのか、どうやっていくのか、その課題に解決をしていくのに、自分はどう動くのか、じゃあ誰と組むのか、足りてないところを誰に補ってもらうのか、誰と信号を組むのか、まあ、そういうことを、課題として見えてきました。まだまだ、課題はありますけれども、そうして腹をくくったからこそ、そのブログをしていただく人たち、例えば農家さんとか、取引させていただいている、お客様、そしてお客様、たくさんお越しいただくお客様とか、まあ、そういった方々が共感していただいて、ここまで来ました。まあ、自分一人が、ではできないことが、その一人が腹をくくることで、本当に動くことがある。そういうことがよく分かりました。やっぱり人口減少は日本中に起きている社会現象です。本当にその小さな場合の中でどういうふうに披露させていくか、それでどう語っていくかっていうのが課題だというふうに思っています。私は地元の高校を卒業してすぐ役所に入りました。これはおばあちゃんが公務員志向といいますか、フラット志向で、お金ない仕事に就けない、それだけの、思いで、おばあちゃんにいないで、役所になりました。本当に農学院校、大変です。で、その特別なトレーニングを受けてきたわけでも、勉強してきたわけでもないんですが、その思いだけでやってきました。で、小野瀬アナに、手を合わせるなっていう、グッドとか、それが書いてますけれども、これも、デザイナーさん、デザイナーを触ってるんですけども、自分たちで足元を見つめ直して掘り起こしていた発掘していたものです。
で、もともとグラントたちが使っていた文字をデザインしてしました。発展時に定義をする。そういう意味でございますが、そういったその地域のコミュニティ、まあ、グランというのはそういうその集まって、助け合っていった地上教授、工場、形で助け合っていった、まあ、そういった象徴でもあると思います。そういったコミュニティをどういうふうにこれからもつないでいくか、希望を作れることを、まあ、変えてきたからこそ、感じることがございます。我々の企業理念は、グラで暮らし続けるを実現する。それ暮らしっていうのは、その、ね、この自分の生業もありますし、そういうその、そこで生きていくっていうことを必要なことをどういうふうに伝えていくか、まあ、そういうその一人一人の思いや覚悟で、そのコミュニティを再構築することで、そういうその仕組み作りができるんじゃないか、ということを思っています。我々に必要なことを、グラの人が、嫌い。それによって、バラの人が、有給を享受していく。そういった仕組み作り。まあ、金銭的な資本というよりも、動物的、倫理的、そういった正しいと思うことを、そういうものを資本として、エシカルキャピタリズム、エシカルキスロヒとか、そういう言葉を聞きますが、そういったことを資本に、バラ、ブラス人たちが、つながりを持って、そういうことを取り組む人たちが、ピラミアオシオホールディングスのような形で課題解決につなげていく、まあ、そういう社会を地域全体で作っていきたいな、そういうことを目指しております。以上です。ありがとうございました。